サミュエル・デュムラン、サミュエル・デュムラン、サミュエル・デュマレン、1980年8月20日大は、フランス、ベニシュー出身の自転車競技、ロードレース選手。2002年プロデビューし、現在は、AG ニアー R、ラ・モンディアル所属。1996年、ノービス部門のフランス選手権、ロードレースで優勝。その後、VC リオンボーイコールアンイコールブランに加入し、 数々の勝利を収めた。2001年、パリ、ツール・エスポワールと、パリ、をセールで優勝。ツール・ド・サボは第2ステージ、ツール・ド・レン第1ステージでも優勝した。この活躍がマルク・マディオの目に留まり、ラ・フランセーズで10のトレーニーになる。2002年、ジャン・ド・ラ・トゥール・ニカ入試、プロデビュー。プリ・ダルモリカで優勝し、ツール・ド・ラブ・ニール第4ステージでも優勝。 またトラック競技にも取り組み、フランス選手権、トラックレースのドミフォンで2位になった。2003年、シーズン序盤にツールドノルマンディで、総合優勝し、トロブロレオンでも優勝。ツールドフランスに初出場し、総合141位で完走。ツールドラブニールでは、区間2勝。フランス選手権、トラックレースのドミフォンでは、優勝して、ドミフォンのフランスチャンピオンになった。 2004年、AG に R プレボワイアンス2遺トロブロレオンで2連覇を達成。ツールドフランスでは、第8ステージで、犬と接触し術者。なんとかゴールしたものの骨折しており、第9ステージは DNS、そのままシーズン終了となった。2005年、クリテリウムデュドフィネリベレとツールデュリムザンで、区間優勝。フランス選手権。 トラックレースのドミフォンで優勝して、二度目の、フランスドミフォンチャンピオンにな。2006年、春にルートアデリドビトレで優勝し、グランプリドプリムレックイコールモルビアンで3位、バッテンホールサイクラシックスでは7位に入った。ツールドフランスにも出場し、総合119位で完走。2008年、コフィディズニー席。ツールドフランス第3ステージでは 200km 以上。 逃げた後、ミルフリッシュコーンとロマン・ヘイユとのスプリント勝負になり、スプリントを静粛感優勝。2010年、シーズン初レースのラトロピカル・アミサ・ボンゴ第一、ステージで優勝。クップド・フランス初戦のグランプリ・ドゥベル・トゥール・ラ・マルセーズで3位に入る。翌週、エトワールド・ベセージュ第三ステージで優勝し、総合優勝。グランプレ,レッョ・インス・ブリカでは、 ホセ・ホア・キン・ロハスや、ニコラス・ロッシュラに、スプリントで勝ち優勝。カタルーニャ一周第6ステージにて優勝。2011年、カタルーニャ一周では、第5、7ステージにて優勝を果たした。他にも、エトワールド・ベセージュ第3ステージやツール・デュオバル第1ステージでも優勝。パリ・コレーズでは、第1ステージで優勝し、総合優勝した。2012年、 グランプリド・ドゥベルテュール・ラ・マルセーエズで優勝。ク・プド・フランスでは総合優勝した。2013年、父のようにしたウバン・サン・ラブニュ率いる、エージー・ニャール・ラ・モンディアルに移籍。エトワールド・ベセージュ第5ステージとグランプリとプリムレック、イコール・モルビアンで優勝。10月には、ツール・ド・バンデで2位に入り2年連続でク・プド・フランス総合優勝した。2014年、 勝利こそなかったもののグランプリ・ドュベル・ティュール・ラ・マルセイエーズで3位、ツール・デュ・オーバルト、パリ・コレーズでは、総合2位に入った。2015年、ドローム・クラシックで1年半ぶりに優勝。しかし、調整がうまくいかず2007年から8年間連続で、出ていたツール・ド・フランスには出場しなかった。2016年、ラ・ルート・ランジェル、グランプリ・ド・プリュム・レックイコール・モルビアン。 ブークルドロルヌというクープドフランスのレースで3連勝。8月、チームと契約を2年間延長。それから数週間後には、ツール・デュ・ドゥでは、集団スプリントでバプティスト・プランカールトや、ティボー・フェラスに先着し優勝。プリームレックで行われたヨーロッパ選手権、ロードレースには、フランス代表として出場し4位。10月、ツール・ドバンデで2位に入り3度目の区。 プドフランス総合優勝を達成した。2017年、シーズン序盤はツール・デュ・オーバル第1ステージで優勝。パリ・カマンベールで2位。グランプリ・ド・プリムレック・イコール・モルビアンで3位。夏には、ツール・ド・レン第2ステージのスプリントで、ナセル・ブアニに続き2位。しかし、第3ステージで、落ち者し、意識を失い外傷性のウソンに苦しんだ。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。